スベロア、ソラ、または、スールは、フランスアキテーヌ地域圏、ピレネーアトランティック圏にある地域。ラプルディ、ナファロアベヘレアと共に、フランス領バスクを構成している。中心都市は、マウレレシタレである。1901年の人口は23,803人、1990年の人口は16,006人、2005年の人口は15,514人で、あり。 バスク地方7領域で最も人口が少なく、また減少傾向にある。スールの自治体はピレネーアトランティック県のオロロンサントマリー軍かポー軍の2つの軍に属するが、これらの軍はスールの範囲外にも広がっている。バスク語、スベロア方言ではザバー、標準バスク語ではズベロア、ガスコーニュ語ではソーラ、フランス語ではソールと表記し、 いずれもこの地域の古名であるサボーラに由来する。635年にアーナバート公爵を隊長として行われたブルゴーニュ人のバスク人に対する遠征の記録で初めてサボーラが言及された。サボーラは古代ローマ人がやってきた際にこの地に居住していたアクイタニ族に与えた名称に由来する。ガイウス・ユリウス・カイサルはガリア戦記でアクイタニ族のことをサボれ スールの風景スールは、西ピレネーの北部流域に位置し、面積は785平方キロメートルと、バスク地方7領域で最小である。西側は、ピレネーアトランティック県のバスナバール。東側と、北側は、ピレネーアトランティック県のベアルーン。南側は、ナバーラ州に囲まれている。スール北部の低地はペタラ、または、低スールとして知られている。 中央部の森林地帯はアルバイラとして知られており、南部の高地はバサブラとして知られている。スールは海洋性気候であり、温暖で湿潤である。高地やピレネー山脈のスールの人口密度は17人、平方キロメートルであり、フランス領バスクで最も低い。19世紀以後に大きな人口減少を経験しており、多くの人々がパリなどの大都市やラブール、 ベアルンなどの地域外に移り住んだ。20世紀には公共サービス維持のために自治体の合併が必要となり、人口の1、4以上を失った。セゾンガワスールの山岳は3領域に分割できる。北部は大規模な平原によって構成され、中央部は丘陵地帯である。南部は ピレネー山脈の北西部で最高地点は標高2017メートルのピックドリーであり、ピレネー山脈を西から東に見た際に最初のピークとなる山である。ピックドリーはスペインナバーラ州の3つのピークに次いでバスク地方で4番目に高いピークである。1922メートルのオチョゴリガイナはピックドリーに次いでスールで2番目に高いピークであり、 1893メートルのサルデカガイナは、スールで3番目に高いピークである。標高1000メートル以上のピークは20以上存在する。スールを流れる最大の河川は、セゾン川である。ピレネーサン・ムヤク・クのリックアテレに橋を橋、60キロメートルを流れる。同じく、ピレネーサン・ムヤク・クに橋を発する小河川はやがて、セゾン川に合流し、 セゾン川は、その後、オロロン川に、オロロン川は、アドゥール川に合流して、最終的に、ビスケーワンに注いでいる。セゾン川は、スールとベアルンの自然境界を形成している。中心都市のモレオンイコールリシャールスールには、表記末以後に継続して、人類の居住が確認されており、原始時代の15の集落、新石器時代の何箇所かの堆積物が、確認されている。 スールで初めて書かれた文献は7世紀に遡る。スールには中期旧石器時代にはすでにネアンデルタール人が居住しており、オっしュうりにあるシャシシロアガ洞窟やエチェベリなどに戦死時代の集落が確認されている。新石器時代末期には人口が増加し他の民族から知識を吸収した。原始時代の集落は単純な金属機を用いたり頻繁な移住を 行っていたことを示している。効果や、その他の人工的貨幣の出土品が発見されており、スールに交換経済が存在したことが証明されている。北部のアクイタニアの弁護プラニアとピレネー山脈南部の連絡地点だった可能性が非常に高い。一世紀に古代ローマ人が到着した際、ガリア・アクイタニアの一部であるスールにはサボレイツと呼ばれる。 アクイタニ族が居住しており、アクイタニ語を話していた。その孤立性ゆえに、当時のローマ皇帝には、あまり重要な場所とはみなされず、アクイタニ族は、ローマ人の到着因果もアクイタニ語や、独自の文化を言い、タルソにあるマドレーヌの礼拝堂には、スールに対するローマの影響の唯一の証拠が、残されている。7世紀の文献ではスールが領土として、初めて言及された。 636年、アランベア公爵に導かれたフランク王国の軍隊がバリス・サボーラという地点でバスク人に待ち伏せされて敗北した。この谷はバスコニア公国の領土に含まれており、この地域は後にガスコーニュとして言及されている。モレオンにある鳥で824年に設立されたパンプローナ王国の強い影響下で、11世紀までにはスールの領域で、 原始的な政治構造が発達していた可能性がある。しかし、1023年にはガス購入公爵サン三ョ六世が初代スール死爵となり、三ョ六世の子孫は約200年間にわたって称号を継承した。スール死爵はアキテーヌからイベリア半島に向かう交通を制御できる戦略的位置にあったモレオンの取に拠点を置いた。領域の面積はわずかなものだったが、 南側のナバーラ王国と北側のアキテーヌ王国の中間という戦略的な位置をスール施釈は利用した。1152年にはアリエノールザキテーヌがイングランド王ヘンリー2世と結婚し、アキテーヌ王国はイングランドの王権に参加した。イングランド支配下のスール10年の対立後の1261年、スール最後の施釈である王ェ3世はモレオン城を イングランドをエドワード一世に引き渡し、この結果、スールの領域は、イングランドの王権によって管理された。スールの村々を結ぶ、道路交通網が整備されたのはこの時である。イングランド支配下のスールは、イングランド国王でもあった、アキテーヌ公の直接の影響下にあった。スールは、さほど重要な土地とは見なされず、領域の支配は、モレオン城を所有していた。 スール領主に委任されて納税などが行われた。スール領主は14の主張を配下に抱えており、そのうちイングランド人は一人、残りは、スール人か、ガスコン人だった。支者区の称号を奪われていた、王子3世は、ナバーラ王と同盟を結び、フランス王フィリップ4世、ナバーラ王、イングランド王エドワード1世の間で起こった、戦争を利用して1295年にモレオン城を、奪うが、 1303年に公式にアキテーヌがイングランドの支配下にあると宣言されると王子三世はモレオン城の返還を余儀なくされた。14世紀半ばに起こった百年戦争は長年スールを外部から孤立させたが1449年にはついにフォハクシャクとベアルンシ爵であるガストン四世に率いられた軍隊がフランス王の名の下にモレオン城を占有し スールにおけるイングランドの支配が終焉した。フランス支配下のスール15世紀中頃、スールはついにフランス王を自らの王と認知し、スールはフランス最小の剣割南側と西側はナバラ王の統治国に、東側は独立したベアルン主尺の広告に囲まれていた。1511年、フランス王は一世はスールの住民に制度的、 法的枠組みを文字に書き留めるよう促し、彼らは当時の行政面での記録言語であるベアルーン語で書き留めた。1539年、フランスは一斉によって命じられた新しい公用語であるフランス語によって、この地域特有の法律の改正がなされた。この時点では50以上の町や村を数えたが、スール全体の人口は4000人にも満たなかった。 モレオンはこの地域唯一の町だったが、人口は350人に満たなかった。1512年時点では特にナバールベアルーン王の領土やカスティーヤ王国領のナバーラ王国に囲まれており、この地理的状況はスールを政治的、宗教的、軍事策略的に不安定な位置に置き、16世紀後半のヨグノー戦争は地域に大きな影響を与えた。 固有制度の周辺エ,エスパドリーユスールには広大な共有地があり、地元の農場主や羊飼いに使用されていたが、共有地は地元や外国人の領主が熱望していた土地でもあった。17世紀中頃までに、またフランススペイン戦争の講和条約であるピレネー条約では貴族による土地の買収や法的、制度的試験の削減が行われ、スールでは人々の怒りが燃え盛る、 炎のように広がった。1661年には、ベルナール・ゴイエネチェ司祭によって、広範な反乱が導かれたが、ガス購入から送られた軍によって鎮圧された。まだスールは固有の法律や機関を多く維持しており、ナバール・ベアルン議会に二人の代表者が出席していた。1790年に開催された三部会で、スールから出席した代表者は、 地方自治の抑制と新管理体制の設立に反対票を投じた。この新管理体制は地方固有の秩序の存在を一掃し、フランスの地方自治制度に道筋を与えるものだった。しかし、フランス領バスクから選出された国会議員によるバスク県を創設する試みは失敗し、地域はバスクの代表者の抗議運動も虚しく、ベアルンと合併させられた上に、 スールは二つの軍に分割された。1839年にスペインで第一次カルリスタ戦争の決着がつくと、1841年には関税協会がエブロ側からピレネー山脈に移動し、スールとナバーラとの貿易体制は崩壊した。中心都市のモレオンは1841年にリシャールと合併して、モレオンイコールリシャールとなっている。19世紀末には、 モレオンイコールリシャールにエスパドリーユの工場がいくつも建設され、現在ではエスパドリーユの80%がモレオンイコールリシャールで製造されている。エスパドリーユの工場は経済生活の減退と住民の転出を食い止め、ナバーラやアラゴンから住民が流入して労働力となった。1975年から1999年には17%の社会減を記録した。 伝統的なスールの領域スールは、歴史的、地理的に3つの地域に分割される。地理的地域区分ではない行政区分としては、スールは4の関東に区分される20世紀後半には、人口減少、社会的、文化的崩壊を経験したが、スールは何、世紀にもわたって失われた活力を取り戻す、力強い決意を見せている。文化的行事は、古い伝統に結びついている。 マスカラダの演劇スールにはパストラルと呼ばれる民族音楽劇場の伝統がある。村の住民は演奏や舞踊の準備とリハーサルで一年間を過ごす。伝統的にこの催しの主題はカトリックだったが近年はバスクの歴史の断片もまた提示されている。スールの人々が愛する行事にはマスカラダなどもある。この演劇公演はシャニク祭の季節に スールの多くの村々で行われる。毎年主催役の村が決められ、主催役の村は新しい演目を準備する責任を負う。シャニクサ祭の登場人物と踊り手は音楽バンドを連れて、主催役の村の中心通りを更新し、その最後には市場やハンドボールコートなどで非公式のステージを行う。スールは歌の伝統、優雅な舞踊、シルラや、 チュンチュンなどの地元の音楽楽器などで知られている。これらの楽器は地元の文化活動家によって設立された音楽学校のおかげで新たなダイナミズムを得ている。何世紀にもわたってスールにふさわしい言語はバスク語であり、スール独自の方言を有しているが、近隣のベアルン語も広く理解されており、過去数世紀にはベアルン語が共通語として話されている。しかし、 バスク語もベアルン語もフランス語を前にして和社を減らしており、両言語は次世代までの生き残りに苦しんでいる。スールの住民は非バスク語話者でない、バスク人をカスコインと呼び、スベロア方言以外のバスク語話者、特にフランス領バスクの他地域住民のことをこの地域で飼われている羊の品種名からマネシュと呼ぶ。ありがとうございます。